20年以上先の未来に次の時代を担う強力な海賊たちが新世界へ押し寄せてくる。その場にいる者たちを次々に自分の味方につける。この海においてあの男は最も恐るべき力を持っている。ロジャー、おでん様、俺も一緒に。人には必ず出番だ。連れてってくれよ。あのね、ルフィ、私もみんなと一緒に。どういうこと、ペドロ。ここでルフィたちを生かして出航させることがどれほどに意味のあることか、いずれわかる。さらば。いいか、ユガラたちは前へ進め。これからは強い戦士となって備える。人には必ず出番がある。キャロット、ユガラにな。大丈夫、ユガラならやれるはず。受け継がれる意志、時代のうねり、人の夢、これらは止めることのできないもの。人々が自由の答えを求める限り、それらは決してとどまることはない。麦わらのルフィ。そうだよね。そうだ。僕は僕の名はヤマト。カイドウの息子だ。これ外すぞ。月おでんである僕としては、エースの弟の君なら僕を船に乗せてくれるはずだと情報を追ってた。僕は20年前、光月おでんの処刑を見ていた。頼んだぞ、お前たち、ワノ国を開国せよ。僕だって海に出て冒険してみたい。おでんのように自由に生きてみたいよ。海にこんな島から出て僕は自由に生きてみたい。光月おでんが待ち望んでいたもの。次の時代を待つ、ずっと待つ。ルフィ、君を待つ。ルフィこそ光月おでんが待っていた男。我がここに戻ってくるまで僕はお前を食い止める。お前を倒し、ワノ国に弱気をもたらす者たちだ。僕はおでんだ。このクソ そしたら、お願いだ。お逃げなさい、未来へ。え、未来へ。人は決して過去には戻れないけれど、未来へなら行けるのよ。お主、何者じゃ。何故ここに。俺はルフィ、海賊王になる男だ。みんな聞いてほしい。ルフィはバカなのにすごいでござる。お前はカイドウをバカだし、倒したい。臆病だし、弱えし、ビビりだし、どうしようもねえな。拙者はワノ国大名を跡取り、光月桃之助である。今
今こそ立ち上がるのだ。そこにいるなら命じてくれ。戦えと。負けるなぞ。承知した。君たちがルフィを和の国に連れてきたんでしょ。僕には運命としか思えない。モモロスケ様を最も一人前と見ておるのはルフィ殿かもしれんな。こそお前の名は。よく見ておけ。和の国にはない景色。人を思い、広い心を持ち、立派な男になる。天下無敵を表す言葉。聞こえるのだ。もうルフィの声が。ルフィは生きておる。もう伝えろ。やんなきゃな。和の国を開国し、おい、お前じゃんか。俺だよ、俺。敵の命の恩人なんだ。麦わらや。ルーン、シャーティス、インジェクション。国の地層から白煙という鉛の一種が発見する。質の高い白煙の品々は世界中から買い手がつく。死体の山に隠れた国境。滅亡した生き延びくらい止めてやるよ。状況が分かってねえのはてめえの方だ、ドフラミンゴ。麦わらの一味はこれまであらゆる奇跡を起こしてきた奴らだ。お前には麦わら屋を倒せねえ。俺の仲間になったんだ。なってね。なぜ止める。命の平和も大恩人だ。元元帥のあんたリーについて何か知ってんじゃねえか。ある都市ではリーの一族をこう呼ぶ者たちもいる。神の天敵。こいつもそうだ。リーはいつも数奇な運命に満ちて受けた愛に理由などつけるな。愛してるぜ。隠しなの。驚いた。あなたもリーの名を。お前だから話した。俺の本当の名はトラファルガー・ディ・ワーテルロー。赤い石だ。マルコ、あれを死なすんじゃねえぞ。了解。一番隊隊長マルコ。すまねえ、助かった。いいってことよ。い俺は死んでも助けるぞ。これより麦わらの全力で援護しろ。私ベースに代わって俺たちが必ず守り、麦わらの命こそ生きるエースの意志だ。もし死なせたら白ひげ海賊団の旗と思え。
ちはやらねえ。カイドウを撃つ。やるぜよ、おでん様の敵討ちじゃき。麦わらの一味も協力してくれるかい。そうだ、なおさら行かないわけにはいかねえな。頂上戦争で俺意識を失った後、白ひげ海賊団に命を守ってもらった。あいつか。確かにすげえ強かった。また会って礼を言いてえな。しかし先に出発したのに俺と同時に着くとは、これじゃ麦わらのルフィに伝言を頼んだ意味がねえよ。頂上戦争以後、俺たちはせめて親父の守ってきたものを死守しようと、侵略してくる黒ひげに落とし前戦争を起こしたが、親父の能力をも手にしたティーチにはもはやかなわず、何もかも持ってかれちまった。あの恩知らずに一泡吹かせたかったが、自分の宝の取り分は全部ここに見ついてたから。みんな知ってたけどな。ありがとう。親父の声がまだ俺たちを縛ってるとでも思ってんのか。残された俺たちは自由なんだよ。いおい、ロロノア、お前はカイドウを切りに行かなくていいのかよ。い俺が飛んでやる。お前らも雑魚の相手をしてる玉じゃねえよな。弟が四皇に喧嘩売ったって聞いたら、あいつはどうしたろうな。世界一の海賊がバナータを試している。白ひげがバナータにかけようとしてんの。とんでもないことよ。麦わらには期待している。感じます、この炎からマルコさんの心のぬくもりを。お前が今殺しておきたいと思うあいつの危険度と、俺たちが生かしてやりたいと思う大層な相手への期待値は同じじゃねえのかよ。い姫様。こちらこそぶつかってごめんなさい。なんという子だ。各国の王たちが集まるこのレベリではほんの些細な争いでさえ戦争の引き金になってしまう。それを知っていたよ。痛いよ。この年でもうご立派でした、ビビ様。ヘル様。花火作ろうと思ったら失敗しちゃった。怪我で済まなかったらどうするんです。戦うことより守るのです。違うの？目的の違いです。クロコダイル！ルフィさん、船長らしくないっていうか、でもね、ずっと一緒にいるうちにだんだん分かってきたの。意味は、あいつは人に死ぬなって言うくせに、自分は一番に命を捨てて人を助けようとするんだ。ほっといたら死ぬんだよ。死なせたくねえから、仲間だろうが。今まで本当にありがとう。もう一度仲間と呼んでくれますか。仲間の印だ。出航。あれがルフィのやり方なんです。え、あんな風だけど、あいつの周りにはいつも人が寄ってくる。我が弟ながらの信頼力のあるやつだ。なんだ、分かってたんですか。あいつとは長い付き合いだからな。だが、ありがとう。
ルフィさんの頭の中は近くにいたってわからないのよ。考えるだけ無駄。ただし彼らのやることは全て信じられる。彼は海賊王になる男よ。待て、リリー、やけに上機嫌だな。だって海へ出るなんて久しぶりだもの。クソ真面目なコブラ王は元気かね。期間中、アラバスタの王コブラ、我々に面会を求めている。ネフェルタリ家は800年前、唯一下界に残った最初の20人の血族。いわば裏切り者だ。何かに気づいたか。世界の均衡など永遠には保てぬのだ。ここらで一度大きく掃除する必要があるな。歴史より消すべき灯火がまた。お決まりでしょうか。また会えるかな。うまくやったな。ここなら存分に戦える。はたくりお兄ちゃんはね、ただの無敗の男じゃない。生まれてこの方、一度も地面に背をつけたことがない超人なのよ。いつも気高く冷静で強く、全てが完璧な人間。それが私たちのカタクリお兄ちゃんなのよ。いい加減己の力量を知る。遅い、軽い。武装色にも上がいる。俺と互角にやり合えると思ってんじゃねえ。貴様など虫けら同然だ。お前が俺に勝る要素は何一つない。見たな、俺の食事シーン。俺の進化するのを見たものは決しておかねえ。カタクリ、その口を隠せば友達はできる。いらねえ、これが俺だ。笑うやつはぶっ飛ばす。服のうなぎだ。ああ、服のうなぎが来た。ぶっ飛ばす。ブレ。お前にやられた奴らが仕返しに来たんだ、カタクリ。お兄ちゃん、私痛くないよ。お兄ちゃんはそのままでいいんだよ。バカ、俺は、俺が甘かった。よくも妹の顔に。もう隙は見せねえ。完璧な恐怖を与えてやる。カタクリ兄さんは超人よ。10億の懸賞金がついてる。誰にも負けたことがないの。どうしよう。じゃあ今日が初めての敗北だな。背をつけて負けるお兄ちゃんなんて見たくなかった。どうしてわざわざ背をついたの。はじめはうつ伏せだったでしょ。なぜだろうな。だがブリュレ、俺が生活においても地に背をつけねえってのは嘘だ。ええ、知ってる。誰にも舐められない完璧な男を演じてるんでしょ。私たちのために。いつかお前はビッグマムを倒しに来るのか。もちろんだ。俺は海賊王になる男だ。ずいぶん未来を見てやがる。グリュレ、麦わら王
聞いたらよかったって思うんでしょ。さっき縄張りを出た。